皆さん、bonjour。京都グラフィーにいます。京都にあるの写真のフェスティバルですね。10月17日まで。今から日本の写真家のユーナ・ヤギさんの展覧会見に行きます。一緒に行きましょう。今日よろしくお願いします。とても素晴らしいな展覧会ですね。写真とか焼き素焼きとかツヤのタイプとかもう素晴らしいです。ありがとうございます。でこれは、種デマみたいですかとか、はい、種の研究の雲仙、長崎の近くの雲仙行ってその種の研究してたんですか、このプロジェクトのために。そうですね、今回は岩崎さんという農家の方を訪ねて種を取ってまた野菜を育てる、で野菜を育ててその後花を咲かせて、でその後また種を取ってっていうそのサイクルで農業をされている方に会いに行って、でその方のドキュメンタリーと、その種の素晴らしさ、その生命の力強さっていうものを写真に捉えたくて作品にしました。そのなんか野菜を育て種取ってで繰り返すサークルは、その雲仙はなんか特殊ですか、特別のやり方ですか。日本でもあまりいらっしゃらなくって、昔の農業はそれを当たり前にやっていたことなんですけど、今はかなり少なくなっています。でそれをまだ、ずっと育てられている方ですね。で昔から、日本も世界のどこでもそうですけど、固有種といってその土地に根ざして、その土地でしか、その土地で生まれ育った野菜っていうのがあって、それは今はあまりこう育てられてない、で種を取る人がいなければなくなってしまうんですね。でそれをずっと継承してずっと守って野菜を育てられている方です。ユナさんは元々建築の勉強してたんじゃないですか、はいはい、それから写真に写真家になって、それどうやってその変化とどうやってこの種まで、建物から種まで行きましたか。そうですね、作品作りは建築、そのなんていうか、建築ってこうリサーチしてその土地に根ざしてとか、その土地でその前に何が建っていたとか何があったとか、そういうことをリサーチして、でその上で作品を作る、建物を作って、で未来に残していくっていうことをしてるので、あまりやっていることはもちろん全然違うけれど、考え方としては同じだなと思っています。じゃあ土がリンクみたいですよね、うん、建物も植物も土から始めて建てるというものですよね、はい、でこの種のドキュメントをしてちょっといろいろ勉強になりましたか。自然を相手にしてると、そのようにこう自分が思っているように進まなくって、でその自然と対話するっていうことをかなり学びました、自分でも種をなんか育てるんですか、売ってるんですか。そうです、家でちょっとやってみました。プロジェクターでからやってました。どうですか。そうですね、まだ芽を出してないんですけど、ちょっと楽しみです、なんかその花を見るとか野菜の花を見るってなかなかないと思うんですけど、そうですね、野菜をそれを見てその野菜の一生を見るっていうことを岩崎さんもおっしゃってるんですけど、そのステージごとの野菜のステージごとの形とかがすごく美しくって、なんかこう愛着が湧くというか愛情が湧く感じです。そうですね、ユナさんの作品も見るとなんか、結果だけじゃなくて作り方も大切してるって感じがしますね。その他の作品のシアノタイプとその、焼き物とか壁とか、そのどうやって作ったがちょっとまだ見えますかね。ただ結果だけじゃなくてプロセスが大切ですね。口果てていく姿とかも
本当はなんていうか、私たちはいつもこう完成したもの、うん、なんか完全なものを見てるんですけど、そうじゃなくてこう口開けていくその過程も美しいなって思えるように、はい、そうですね。大体の、まあ、子供、まあ、町とかの子供たちは特に野菜ってどうやって作ってるか分かりませんし、本当に花からとか種からって分からないですから、これ見て例えば私これ大根の種こんなって全く知りませんでした、ね、スーパーとか、まあ、マーケットでも大体葉っぱが短いじゃないですか。でその種って命ってよく感じますね、この手の回見ると。あれは、この白いお花は大根の花なの？うん、綺麗な花ね、ピューな感じでね。そうですね、なんかこうカメラ、その今のデジタルカメラってその綺麗に撮れるから、綺麗に撮れすぎてちょっとこう表面を写すというか、本当にこう大事なものっていうのを置き去りにしている気がして、で本当直接こう太陽とか雨とか、土とか、そういうものに触れてると、なんかこう大事なもの、私たちにとって大事なものっていうか、こう肌に触って肌に触れるものっていうことで作品作りがしたくて、それで挑戦しました。とても感じます、なんか自然な材料が大切にしてる感じます、まあ、和紙と水とか土とか光もその種とても伝えますね、この段階で。で子供の頃は写真に興味持ってたんですか？いや、そんなことはないですけど、そうですね、うちの母親もアーティストで、土を使ったりとか自然の素材を使って作品にしてたので、なんか今思えばそういうことに触れてたりとか、まあ、山の方で育ったので山の中で、そういうことがこう自然にあったのかなって。でここのキョトグラフィー、まあ、素晴らしいな流足印なところで田中やって、それこの場所でやりませんかって来た時どう思いましたか、自分の作品ここの環境で。そうですね、本当にこの環境が素晴らしいので、本当同じようにこう太陽も水も土もなんかその建物も全部本物のものが作られてるの で、ね、何かこう最初はもっとコンテンポラリーな素材を使ってとかっていうふうに考えてたんですけど、ちょっとやっぱり合わないなって思い出して、でそうですね、作品の傾向も変えていったんですけど、で、そうですね、今回ここでさせていただいて、なんか本当にこう気持ちも落ち着くし、この両側院さんの野菜を育てられたりするので、なんかそういうこうお互いに本当にエコーっていうタイトル、キョトグラフィーの今回のテーマと合うなって思います、そう、このエコーのテーマはちょっとなんていう、言葉遊びみたいに、マイコースの環境とか、なんかエンビロンメントのことを相手と、まあ、こだまとかいろいろ私たちできることとか、でここにとても合いますね、なんかユナさんの使い方、とても影響されたお互いに地球を感じます。ありがとうございました。